今月7日、太宰府市の公立中学校で全員制給食の実施に向けたリハーサルが行われました。配分するのが出してください。はい、いただきます。太宰府市では前の市長が全員制の完全給食実施を公約に掲げて当選したものの、財源不足などを理由に撤回し、市議会の不信任決議で失職しました。今の市長の2期目になってようやく来月10日から全員制の給食が始まることになりました。みんな一緒のものを食べてるって感じだし、なんかいいなと思います。美味しいです。親の負担が減るかなと思います。悲願でもありましたし、一定程度期待に応えられたかなと思っております。手を合わせてください。いただきます。春日市の公立中学校では家庭からの弁当と業者に注文する弁当の選択制給食が実施されています。福岡県内60市町村のうち、来年度も選択制給食なのは春日市、大野城市、海町、末町、久山町の5つです。春日市の中学校は弁当形式のデリバリー給食を採用していて、利用率は平均 60% です。いや、高いし美味しいです。栄養バランスがしっかり考えられているのでいいと思います。弁当と給食どっちがいいと思う？弁当、お母さんが作るから好きなものを入れてくれる。最近パンにしました。パンにした？はい、カレーパンが好きだから。自分たちの食べるものを自分たちで選ぶということで、自己管理能力を育成することができると考えています。アンケート結果の中にもですね、家庭からの弁当の良さを生かしたいといった、意見もありましたので、まあ、多様な、ニーズを反映させる方式として選択制を取っております。一方、専門家は多様性よりも学校給食の役割を考えるべきだと指摘します。多様性を重んじるというのはいいんですけれども、その時に、十分なものを、栄養のあるものを持ってこれない子たちに対してどのような手立てをするのかということも一緒に考えなければいけないわけで、学校 にいる間の食事 を保障するというのは、これは義務教育の趣旨からしても必ずやらなければいけないことかなというふうに思います。中学校での全員給食実施に向けて活動しております。春日市では保護者の一部が全員制の給食を求める声を上げています。2019年に大野城市から始まった運動で久山町にも広がっています。大人の責任においてちゃんと栄養を考えたものを全員に提供できるっていうことの方が大事だと思います。太宰府市のケースを見ても、新たに全員制の完全給食を実施するには財源の確保という課題があります。これが選択制給食の自治体の腰を重くしている側面もあるようです。